陸上競技ファンたちのためのランニングイベントが国立競技場で行われました。特別コーチとして招かれたのは東京オリンピックに出場した新宿区出身浦部選手です。皆さんと一緒に楽しく回ったり走ったりできたらなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。アスリートと一緒に国立競技場の中を見て回ることができる今回のイベント、案内してくれるのは東京オリンピックなどの陸上女子1500メートルに出場した新宿区出身浦部蘭選手です。レースの時の険しい表情とは違い終始笑顔の浦部選手、オリンピック選手と一緒にトラックに立ち早く走る秘訣を教えてもらった参加者たちもこの表情。秋の国立競技場に笑顔があふれました。なかなかトラックに行って走るっていう機会も少ないと思うんですけれども、そういった経験などいろいろ通して走ることが好きになった、陸上に興味を持ってくれたら嬉しいなっていうふうに、思いました。